やはり出てきたか、真田。わしの喉笛を食い破る者がいるとしたら、それは真田だと思っていた。貴殿は光だ。人を導く太陽だ。天下を治める者があるとすれば、それはきっと貴殿であろう。ここに来るまで随分と大変だったようじゃねえか。なあ、裏切られるのが得意な凶王さんよ。全ての協調は貴様の暴言から始まった。そう、疫病神は貴様だ。大谷、貴様は何のためにこの戦を起こした？何のためにと？我の目的は全ての人間に等しき不幸を与えることよ。全ての人間だと？石田もか。三成は、あいつ何を思って死んだんだろう。俺知りたいんだ。確かめて禁止い。きっと刑事殿のためになる。いつか来ると思っていたぞ、刑事。教えてくれ。秀吉は最後に何と言っていた？てめえは人の心を踏みにじった。信頼ってやつを無下にしたんだ。ならば一つ教えてやろう。さっきの四国壊滅、あれは徳川の仕業ではない。大義よ、我が眷属。その血を捧ぐるためだけに作られし意もよ。これが一の生きる意味。兄様を深い場所まで連れて行くの。変わらぬなど、死んでいるのと同じことだ。この世で最も堕落した者、織田信長。無数の風穴を開け、地獄に帰るがいい。全上曽我部軍の皆さん、今すぐ帰ってください。今すぐです。小生の鍵がなぜじゃ。オーケー、ラストダンスと行こうぜ。だってまさむね。真田行くわ。わしが見ておるぞ、雪浦。おおおおおおや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 